ついてきてるんですけど。ちょっと待ってよ、これってもしかして一目惚れされたとか。彼女さっき会いましたよね。先輩です。水族館に行きましょう。イワシ雲が生きてます。あと30分でランチタイムおしまいなんですけど。あと30分、大丈夫。大丈夫。大丈夫。スラスラかけます。虹を見てたんだ。恥ずかしすぎる。絵が上手な子いっぱいいたな。私も絵を描きました。先輩が一番上手。一番上手です。